勝負だ。にらめっこしましょ。アップ。コレットさん、邪魔です。ごめんね、モデル見えないから。あれは絶対引き分け狙いの顔ですよ。せめてない。あ、さすが宇佐美先輩。どう？引き分け狙い感がちゃんと出てますね。それ褒めてるの？でもちょっと面白みないかも。いや、デッサンだからこれ。あー、何よ。失礼。でも僕なら単純な模写はしませんから。はあはあ、どれどれ。いや、今回可愛さは抑えてみました。凛々しいでしょ。よくこれで私に邪魔とか言えましたね。ちょっと画材屋まで。あ、何か欲しいものがあれば買ってきますよ。あ、いや、それだと悪いし、私も行こっかな。あ、悪いからね。気にしなくていいのに。じゃあ、コレットさんも一緒に。あ、いえ。ん？私はお留守番してますので、お二人でどうぞ。コレちゃん。いってらっしゃい。よいしょ。お、それにしても色白だな、君は。健康的とは言い難い。
できました。あら、もうあの子たち、でもどうしてこんなに。結構遅くなっちゃいましたね。だね、コレちゃん退屈してるよきっと。ですね。ただいま。戻りました。え、先生、なんで。誰か呼んでくる。先生もお願い。はい。こういう時はどうすれば。あ、そうだ、前見た漫画で確かこの漫画にあったはず。読み切ってる場合じゃなかった。これとよく似たシチュエーションが絶対あったはず。先生、これはいかん。気を失っている。このままでは先生の命が危うい。こうなったら人工呼吸だ。屋上の陽気には抗えなかったわ。あ、誰だよ、ドア開けっぱなしにしてるやつ。なんだ、どんな状況なんだよこれ。不安で戻ってきてしまった。これが現場に戻る犯人の気分か。あれ、部長先輩、何やってるんですか。コレット、ちょっとこっち来い。何ですか。いいから。痛いです。それで、なんつうか、部室に行ったらとんでもない状態になってた。とんでもない状態。そりゃまあバレるよね。つうか内巻、三次元興味ないんじゃなかったのかよ。あの部長先輩、実は私のせいなんです。あ、私がああいう状態にしちゃったんです。はい、それはあの二人の急接近を取り持ったってことか。いやいや、なんでまた。彼を見て思ったんです。健康的じゃないなって。僕の嫁です。まあ確かにな。でもあれはやりすぎだ。ごめんなさい。まあ俺はいいとしてもだ、宇佐美は怒るぞ。そうですよね。場合によっちゃ殺されるな。そこまで行きますか。どんだけあれ気に入ってるんですか。あれってお前、一応先輩だろう。え、あれ先輩なんですか。当たり前だろう。お前より半年早く美術部にいるんだし。あんなのまで先輩として扱わないといけないとは、日本の縦社会は厳しいですね。お前今日毒舌だな。もう先生、急いでください。うさ、いや私ももう年ですね。あれ、部長にコレちゃん、何やってるんですかこんなところで。あ、それは、もしかして部室のあれ見たんですか。お前もう見てたのか。はい、だから先生に来てもらったんです。待て、戻る気かお前。当たり前じゃないですか、なんとかしないと。なんともできないだろう。できますよ、保健室のベッドに連れて行くとか。よかったよ内巻くんから。お前いいのかよ、内巻取られても。は、いやだから内巻がこのままどうこうなっても。ちょっと待ってください、何のことですか。すまん、部室で何を見た。気を失ったのは夢子先生じゃ。いや俺が見たのは、うっとりと目を閉じた夢子先生に内巻がこうしてるところだ。正確にはしようとしてた。だが、いや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 、あの内巻くんに限ってそんなわけ。俺だってそう思ったけどさ。ないですよ絶対にそんな。もしかして、
人工呼吸。おい、宇佐美。はい、ちょっと待てって。え、何の話？無理無理、やっぱ三次元となんていくら人命がかかってるとはいえ。あ、よかった、先生気が。あ、宇佐美さん、いいところに。ほら、立花先生起きましたよ。したの？はい、人工呼吸したの？なんだ、そっかそっか、そうだよね。内巻くんにできるわけないもんね。でも未遂とはいえ人工呼吸はないよ。今はそもそも安心した途端よく喋ることで。すいません、なんかお騒がせしちゃったみたいで。そもそもなんで倒れてたんですか？その箱の中に人の頭が。それで私びっくりしちゃって。でもそんなわけないですよね、私の見間違い。ああ、入ってますね、人の頭。嘘。うん。まあ、え、ちょっと何これ。これはひどい。私たちさっきまでこれ使ってたのに、どういうこと？そうですね、これじゃ僕の嫁の属性も変わってくるな。え、これモデルにできるの？え、どうしたのこれちゃん。なんで土下座？内巻き遅いな、コレット来ちゃうぞ。何頼んだんですか、買い物って。重要な儀式に使うとても大事なものだ。まさか内巻き、儀式を阻もうとする何者かに。電話してみます。おう、すまん。ちょっと待て。ん？お前らいつの間に番号を交換してたんだ？報告してくれよ。いや、それはスマホの不具合でなんか勝手に。そりゃ大問題だな。じゃあ消しといてやろうか、内巻きの番号。そんなことしたら部長の存在も消します。いいからとっとと電話してください。へいへい。なあ、宇佐美。何ですか？電話帳に内巻の名前がないんだが。え？ああ、ひょっとしてこのスバルってやつか？下の名前で登録とはな。なあ、おい、悪かった、すまん。内巻くんには絶対内緒ですよ。わかったわかった、絶対ですよ。わかったって。部長、買ってきましたよ、魔法陣。内巻くん、ご苦労。何に使うんですかこんなの。ん、あれ、どうしたんですか。あのな、宇佐美がスバル。え、では儀式を始めます。儀式により魂は消滅し生まれ変わります。覚悟はできてますね？へん、覚悟なんて生まれた時から、いや、生まれる前。儀式開始、儀式完了。これで終わりですか？何ごっこなの？さあ、鳥？え？そう、鳥、バードです。バードです。なんで流暢に言い直した？ご紹介しましょう、今まさに誕生しました平和の象徴、ハトさんです。どこがハト？くるくん。さっき普通に喋ってましたよね。なんて言ってるんですか？ああ、あれはそろそろ眠いのでそこどいてもらえますか。絶対嘘だ。あ、次のコンクール受付もうすぐだよね。そうでしたっけ。内巻くんに聞いた私がバカだった。ん、な
その言い方は。別に。いや、バカにしたでしょ。いやいや、バカは私だって言ったの。くるく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 くくるくくくる。何言ってるんです。人間に戻ってよ。みなさん、先生。突然ですが、明日の予定を発表します。くるくる。なんで、なんで美術部がプール掃除なんてしなきゃいけないんですか。仕方ないでしょ、先生当てちゃったんだから。それでは今年も各部の顧問の先生にくじを引いてもらい、プール掃除担当を決めたいと思います。小山先生はこの手の引きが弱かったのに。まあまあ、いいじゃないですか。いい運動にもなりますし、ポジティブだな。やはは。でも確かに内巻くんは白いから日焼けできていいかもね。宇佐美さんだって白いじゃないですか。私はいいの、女子だから。いいよね。なんで僕に聞くんですか。いや、なんでって。ひもとを確認。シャーハー。ひのやーきん。ちょっと、走ると危ないです。言わんこっちゃない。ふふふ。入れてきますにゃ、ドジクアピール。そんなんじゃないわよ。いけ。何やってんだあいつら。準備運動じゃないですか。部長は今までどこに。ちょっと部室へな。先生は。やっぱりきついかも。早くみんなを手伝いたいのに。ちょうどいい。ほれ、ペンキ。いや、もっと簡単に洗い流せる塗料だ。洗い流せるって、まさか。そうだ、これよりここを美術部のキャンバスとする。プールに絵を描くんですか。ああ。嘘でしょ。大丈夫だ、どうせ洗うんだし。そういう問題じゃないような。でも楽しそうですよ。とっても。怒られたら謝りましょう。それだ。これだけ大きいとバランスつかみづらかった。そうだ、記念にみんなで写真撮ろうよ。
イエーイ。よいしょ。はい、そろそろ消しとかないと掃除する時間なくなるぞ。はい。ちょっと名残惜しいけどね、うん、泣いてるし。だってじゃあもう少し写真撮ろっかね。よし、じゃあ水かけますよ。まだ落ち込んでるの？ええ、そうじゃなくて、ん？これ全然落ちませんけど。え？いやいや、そんなはずないでしょう。簡単に落ちるって言ってたし、内巻くんの力が足りないんだよ。うん、部長、確認しますけど、これ間違って油性の消えないやつ持ってきたとかじゃないですよね？そう言われるとあんまりよく見てなかったかも。いやいやいや、どうするんですかこれ。大量の除光液がいりますよ。もう無理ないのかな。まあちょっと部長。と言っています。謝る気ないだろう。これに決まり。あの子たちちゃんとやってるかしら。さあお掃除頑張るぞ。まずは指つんだ面的セオリー、逆説的シュプレマティス、アートって表現手法を問題がある、過去心的てるから、てっきり私目覚めちゃったのかと思いましたよ。黒龍眼、それに内巻くんと話したかったから。うん、大好き。言ってみたまえ。何時、我と盟友の誓いを結ぶなら我が手を取れ。これはオリジナル。今日の放課後時間ある？次回、この美術部には問題がある。気になる美少女転校生、お楽しみに。